ちは。私は今ニュートンサーカスホーカーセンターというところに来てるんですけども、今日はシンガポールの屋台ご飯を楽しみたいと思います。今夜の6時半なんですけども、だんだんこうやって人が集まってきております。ここのフードセンターは夜になってからこんな感じでお店も開いて賑わってくるそうです。まずこちらの27番、ここが結構美味しいっていう風にみんな言われてんねんけど、ミシュラン取ってるな、ここ。サイズミディアムとかでいいんじゃん。ミディアム。どうする、スモールでしていろんなもの食べる。全部。これかな。これか。あ、それ。こういう貝とかも食べたいな。あ、これがなら、これが辛いやつ。これがデザノ。デザノ。デザノと。ほないいよ、ララで。デザノ。オッケー。じゃあララ。ケー、ララ、スモールワン。あ、これゴンゴンも食べたい。食べてみる。うん。シルクロゴンゴンランラ。なんかここのストール28番のキャロットケーキとこのオイスターエッグが美味しいというふうに友達から教えてもらったんですけども、8でいいよ。テーブル番号54 54。何これ。あ、イエス、54。いやいや、これこちらのストール33番のこのチキンウィングとサテを買おうと思います。これがゴンゴンっていう貝で、シリアルクロン、シリアルクロン、シリアルクロン、ちょっと甘い。ああ、そうなんや。で、これがオイスターソース。オイスターソース、はい、新元菜っぽいね、はい。こちらがララ。ララなんなララ。アサリ。違う。ララっていう貝。はい。で、これがスティールグレー。スティングレー。いいかな。いい。お疲れ様でーす。うまっ。もうさ、タイガービールをこの外で飲むのが一番美味しい。こちらゴンゴンっていう貝でございます。こんな感じ。こんなでございます。味付いてんの。じゃあ食べてみよう。うん、貝好きやから、めっちゃ美味しい。これはなんか、なんていうのかな、つぶ貝みたいな。つぶ貝っていうの、これなんかそんな感じだね。美味しい。つまみにめっちゃいい。こちらなんだっけ、シリアルクロン。シリアルクロン、この粉みたいなやつって何なの。これがちょっと甘い。これ甘い。何やろ、エビ風味。エビ風味のパン粉みたいな。これ何やろ、めっちゃ美味しい。え、これからついてる。そのまま食べてみる。でもちょっとガリガリする。全然皮いける。うん、変な甘さじゃなくてめっちゃ香ばしくて美味しい。スイートチリソースがついてんねんけど、ちょいちょいつけてみよう。うん、スイートチリソースいらん。なんかスイートチリソースの味になっちゃうから。美味しい、最高。屋台めっちゃいい。しかもなんか結構上にパンがあるから、ちゃんといい感じの。
タイガービールガール。サテーが来ました。サテーは定番よね、こういうところ。で、頼んだのはビーフとマットンを頼みました。ピーナッツソースこれやな。こういう甘いピーナッツソースをここでつけて食べます。おいしいこれ。ここのピーナッツソースめっちゃおいしい。多分なんかサテーの、あの美味しい判断ってなんかこのピーナッツソースやと思う。私はこのピーナッツソースがちょっと甘すぎるときはこういう違うエリアについてるチリソースとかつけたらね。こちらがオイスターエッグでございます。これはオイスターと、まあ、卵ちっちゃい、まあ、大丈夫かな。あ、見てこれ全部めっちゃちっちゃいオイスターやな。半分以上かな。半分以上だ卵。めっちゃちょっともう生臭い感じのやつや。で、まあ、これが好きっていう人もいるやろうけど、パクチーとなんかこのチリソースを一緒につけて食べたらちょっとあの貝の臭みが薄れる気がする。こちらはあのララっていうやつなんですけども、これはなんかアサリみたいな感じやけど、なんかチリソースがなんかあのチリクレブってあるやんか、あんな感じのように思う。ちょっと食べてみます。チリクレブのソースとはちょっとちゃうけど、めっちゃ辛い。これをなんかチャーハンとかを頼んでなんかソースだけかけたりして、あれを頼むといいマント。あったよね。こちらが、スティングレイっていうサンバル。サンバルっていうのはこのチリソースのことやなんやけど、これがかかったあのエイですね。これを食べてみたいと思います。めっちゃ平べったくない？これ身少ない。身少ない。身少ないよな。少ない。なんです。なんか魚の味はよう分からへん。もうマジでなんかサンバルの味がカーンってくるから、あら、白身魚をサンバルで食べてるって感じで。でもここのサンバルチリめっちゃ美味しいと思う。こちらが、キャロットケーキっていうやつなんですけど、このキャロットっていうのはあの人参じゃなくて大根のことで、大根餅のことです。で、大根をすりおろしたやつと米粉を混ぜたようなやつを、まあなんか蒸したかなんか分からへんけど、まあなんかそんなにして、であのガーリックでめっちゃ炒めて、でなんか卵でとじてるみたいな感じで、私のフーディーな友達はホワイトがここは美味しいっていうふうに言ってたんやけど、まあこのブラックっていうのは甘辛いソースで、なんかまあどっちもあんねんけど、まあ私はチリって言っちゃったからチリも入ったような感じになっております。ではでは、こんな大根餅めっちゃ美味しい。なんやろ、ここら大根餅めっちゃ柔らかい。いつも私がよう近所で食べてるやつとまた違う感じやわ。なんか結構カリカリに焼いてるようなとこもあるし、ここらなんかふわふわでもっちもちみたいな感じ。なんか場所によっては油っぽいと思う。ビールめっちゃ進むよね。味が濃いから。濃い濃いね。この薄ビールが最高や。氷でつまんだ。はい、こちら、チキンウィング、私の大好きなやつでございます。もうめっちゃいい匂いしてる。香ばしい感じでございます。で、これあのカラマンシーがついております。でね、これね、あの炭火焼きで焼いてあるんですよね。うん、おいしい。間違いない。めっちゃ美味しい。はい、こちら、お野菜のオイスターソース炒めでございます。あ、これはなんかめっちゃドロッとしてるよね。このオイスターソースさ、なんかタイスーパーでみんなシンガポールの在住の奥さんたちは買ってんねんけど、今度買いに行きたい。美味しいオイスターソースまた紹介したいと思います。なんかI'm going to eat it.
見た目以上に全然しつこくなくて美味しい。しかも野菜シャキシャキやから、私家でこんなシャキシャキ絶対なれへん。だから緑もすごく平均し、これは家でできんわ。熱々の揚げパンブーンが来ました。これもあのストール27で頼んで、これをね、ちょっと追加で熱い熱い持たれへん。なんとこのチリソースにこのブーンをこうやってつけて食べたかった。これは正解です。サクサク揚げたてって感じ、めっちゃ美味しい。これは絶対みんなやった方がいいと思う。はい、こちらホタでございます。この魚のすり身にあのサンバルがなんか練り込んでるような感じになっております。人生2回目これさ、なんか冷凍で売ってて、これがすごい好きっていう人めっちゃ多いよ。むちゃ酒のあてになるし、なんか日本 の, あのかまぼこみたいな感じのサンバル味みたいな感じ。サンバルチリソースは美味しい。なんか私最近さ、いろんな報道番組の人からなんかシンガポールのマスク事情のこと聞かれんねんけど、なんか屋外ではあのマスクはしなくていいっていう風になってんねんけど、まあ、日本でもなんか多分シティの方に住んでる人って分かると思うけど、結構なんか出たり入ったりがやっぱり多いから、なんかやっぱりみんなつけっぱなし、ほとんどの人がマスク街中ではしてるような感じで、私とかあの散歩とか行ったらもう全然ほとんどの人がしてないけど、なんかでこういうホーカーセンターとかやったらなんか屋外やんとか思うかも分かんないけど、こういうところではやっぱりマスクは着用はしなきゃいけなくって、アンバサダーの人があの見回ってるから、もし観光とかで来られたら注意した方がいいと思います。はい、ということであの今日の動画いかがだったでしょうか。ニュートンサーカスは、オーチャードから一駅なんで、あのまあまあ来やすいかなっていうふうに思うし、地元に住んでる人はニュートンはちょっと高いでっていうふうに言うけど、言うて知れてる値段やと思うから、ホーカーセンターやから。で、まあみんなで来たら、割ったらもうめちゃくちゃいっぱいいろんな種類食べれるし、安くて美味しいし、まあ、ちょっと暑いけど、まあ、あのこうやって扇風機の仕事あの陣取ってやったらいいなっていうふうに思います。もうほんまになんか日本からもね、ちょっとゴールデンウィークであの観光客増えてきてるっていうのを今友達と話してんけど、もうめっちゃ嬉しいなというふうに思うので、また私の動画参考にしてください。またこのチャンネルがいいなと思ったらいいね、チャンネル登録、コメントお願いします。みんなありがとう。すごいなんか夜あの日暮れてきたら見て、めちゃくちゃすごい人じゃない。めっちゃにぎわってる。